ね、下の方からビローンって開いちゃってんのよ。リンゴ畑と岩木さん、やばい、とうとう降ってきてしもうた。タクシーかな、あれすげえな、おはようございます、今5時50分、5時半に出ようと思ったんだけど、まあ、ちょっと遅れて5時50分今改めて出発しますね。ホテルはね、快適でした。まあ全然シンプルな、ホテルでしたけども、ぐっすり眠れました。昨日の夜ね、盛岡の駅の近くの焼き鳥屋さんで、食事できて、いやもうお酒を提供してるお店がまだあるんだと思って、なんか私は感動してしまいましたね。ちょっと泣きそうになっちゃった。もう調子はね、そういうお店が一つもないので。おー、やっぱり寒い。1枚余計に着といてよかった。寒いっす今。半袖の下着と、長袖の下着、そして襟付きのシャツ、そしてこのライダージャケット、合計4枚、着てるんですけど、これでちょうどいいぐらいっすね。なんかね、やっぱ北国なんで、でこの早朝なんでね、ちょっとそんな予感がして着込んでみて大正解したね。あ、でもやっぱりこの朝の空気って気持ちいいね。こういう時間帯に出発するのが大好きです。いや今ね、荷物をシートバッグを装着して、その上からネットをかけてるんだけど、ネットかけてるときにこうグイッて引っ張ったらバイクがサイドスタンドと反対側にグラッてこう一瞬動いちゃって、かなり焦った。ちょっとまだ寝ぼけてたんで危ないとこでした。いや、出発してからちょっとだけ霧雨みたいの降ってたんだけど、今だんだんそれが晴れてきて、あー今の気温19度だよ。やっぱりね、涼しいと思ったわ、そしてお日様がちょっと出てきたかな。いや今ね、気温17度ぐらいで、なんかやっぱ寒いなと思って、でふっと自分の下見たらさ、このライダーズジャケットのファスナーが、下の方からピローンって開いちゃってんのよ。こりゃ寒いわなっつって、これちょっと見えるかな、見えないと思うけど、下の方からうわーって、だからライダーズジャケットをこう胸広げて上着をバタバタさせて走ってる状態。はい、という感じで、無事私の生まれ故郷青森へ帰ってくることができました。今、堤川っていうね、青森湾へ注ぎ込んでいる川の一番下流の石森橋というね、橋のところです。向こうに見えるのがちっちゃいけど八甲田山ね、八甲田山。ヘルメットの横につけてるこのアクションカムのメモリーが途中でフルになってしまって、もう青森着いた
っていうね瞬間を撮ることができなかった。なんか俺のねこのファスナーが取れただのドンっていうこのしょうもない動画だけ撮っててのフルになってたのね。ちょっと旅に出る前に、整理しておくの忘れちったよという感じで、とりあえず道路は無事着きました。お疲れ様でした。よく頑張った。はい、おはようございます。ということで今回は、私の実家青森へ、やってきて、昨日の朝着いて、まあ20数時間滞在してまた銚子に戻ります。法事で来たんですけども、まあお墓参りもできたし、兄貴の家族にもね、とてももてなしを受けて、とても気分がこうあったかくなりました。今日は盛岡まで帰るんだけど、ガソリンスタンドね、ガソリン補給してから高速乗りますね。あそこ八甲田山とモヤというねスキー場のある山が見えますね。あ、これ気持ちいい。このループして青森を出発して20キロぐらいなんだけど、この先山はずっと山を越えなきゃいけないんだけど、そのあたりがなんと雨注意ってさっき書いてた雨注意って書いてたよ。こんな天気いいのにこの先は雨になる模様です。あの辺かな多分な。リンゴ畑と、いわきさん。やばい、とうとう降ってきてしもうた。葉っぱを切る余裕もないですね。まあこのぐらいで済んでくれればありがたいんですが、ちょっとやっぱり降ってきた。おお、つわな。わあ、結構降ってきた、これ。いや、結構降ってきた。もうせっかくこの日のために雨対策してきたのに、葉っぱを切れないっていう。そりゃそうだよね。高速道路走ってる最中に、ね、こういう路肩に止めるわけにもいかないしね。もうちょっと。あと1個手前のパーキングで雨具を装着すればよかったな。まあ後悔先に立たずいやさっきの一瞬ね、さっき雨ザーッと降って
抜けたみたいだよ。ちょっと先も怪しいっちゃ怪しいけどね、結局ね、あの後もう一回だけさらっと降られて、その後はもう全然天気バッチリです。あのね、今来た向こうの山の方の雲、あそこ通過する時だけだったね。うん、良かったです。花輪パーキングです。ここでちょっとお昼でも食べましょうかね。よいしょ。いやー、岩手山です。岩手県のシンボル、岩手山。いやー、見事っすね。盛岡出口、盛岡出口です。あ、そうだ、また料金所のところで手間取っちゃうな、これな。うん、さあ、盛岡市内に入ってきて、あと今日のお宿まであと 800m ってとこっすね。前回っていうか一昨日か、泊まったのオーロと同じホテルを予約しました。よし、今日は風が強かった。天気良かったけどね。あ、雨途中で降られたけど、まあまあ雨は大したことなかった。風が強かった。はあ、お疲れ様でした。